ゴート、ダンス MV に見る、ナンバー、愛のダンスアートの深み、ナンバー、愛のデビュー曲、ゴートのダンスパフォーマンス MV が、視聴者に新たな視点を提供する形で1月8日に公開されました。これまでリリースされた MV とは異なり、今回の映像はダンスに焦点を当て、アーティストたちのダンススキルと表現力を際立たせています。 ダンスに特化した MV の制作により、コートがどれだけダンスに重きを置いた作品であるかが一層浮き彫りにされています。振り付けを手掛けた RIEHATA による緻密なダンスが、楽曲全体のスピード感と相まって見事な調和を生み出しています。アーティストたちは歌いながらも複雑な振り付けを完璧にこなし、その確か,かなダンススキルと表現力の高さが視聴者に強く印象付けられます。ナンバー、愛は ダンスパフォーマンスをオフィシャル YouTube チャンネル、インスタグラム、タイクトークなどでショート動画としても公開しており、異なるアプローチで楽曲の世界観を広げています。メンバー一人ずつのソロダンス動画も1月9日から11日にかけて公開され、それぞれの個性が光り輝いています。神宮寺優太、岸優太、平野紫陽のそれぞれが持つダンスの個性も見逃せません。神宮寺の俊敏で力強いダンス。 騎士のリズム感とダイナミックな動き、そして平野のしなやかな動きと楽しさが、三者三様の魅力として現れています。特に三人が協力して踊る際には、個々のスキルだけでなく、息の合ったコンビネーションも際立っています。楽曲の後半では、三人が絶妙なコンビネーションで一体感を醸し出しており、まるで結ばれた正三角形のような調和が感じられます。各メンバーが自分のポジションを理解し、 ながら、一体となってダンスを披露している姿勢は、信頼と協力の象徴と言えるでしょう。この MV では、ダンスにおいても遊び心が光る要素が随所に盛り込まれています。あえ、傘の仕様や異なるセットでのダンスなど、細部にわたるアレンジが視聴者を引き込むポイントとなっています。また、アーティストたちが廊下を踊るシーンなど、MV ならではの独自のアプローチも魅力的です。ゴートのダンスパフォーマンスは、 決して妥協を許さず、常に高みを目指すナンバー、愛の姿勢が如実に現れた作品と言えます。これは単なる楽曲だけでなく、ダンスにおいても史上最高の完成度を誇る作品であり、アーティストたちの情熱が余すことなく伝わってきます。今後のナンバー、愛のダンスパフォーマンスに期待が高まります。